クワトロ、クワットロは、ドイツの自動車メーカー、アウディが1980年から1991年まで製造したクーペ型乗用車である。ポルシェから、フェルディナント・ピエヒを技術担当責任者に迎え入れて、最初の形式であり、1980年3月のサロン・アンテルナショナルド・ロトで発表された。初代モデルの公式名は、単純に、 クワトロであった。クワトロの名称は統計式以後の同社 4WD システム名、または 4WD 使用者を指すごとして、使用頻度を広げたことにより、混乱を避けるため、ユア・クワトロという呼び方も一般化している。4WD といえば、アクロ走破の目的で、パートタイム式を採用するのが、一般的であった中で、アクロに限らず幅広い路面上強化で、 ハイパワーを確実に路面に伝える目的でセンターデフを内蔵したフルタイム式のクワトロシステムを採用したことは画期的であり 4WD に対するイメージを全く変えてしまいこの後高性能 4WD スポーツカーが多数発売されるようになるなど自動車業界全体に大きな影響を与えたボディフレームはアウディ80系列のクーペと強共用するが 前サスペンションは形式こそ同じストラット式であるがメンバーから異なるアウディ200用であり、あとサスペンションに至ってはクーペのトレーリングアームトーションビーム式に対しアウディ200前輪用を前後逆に用いたストラット式に改められており、クーペとの共通性はベースモノコックのみと言って良い。前後とも L アームのコイルスプリングでアンチロールバーを備えていた。 ブレーキもクーペが前ディスク、あとドラム式に対して前ベンチレーテッドディスク、あとディスクになっている。アウターパネルは幅の広いタイヤと拡大されたトレッドに対応しブリスターフェンダーとされ大型の前後アンダースカートとサイドスカートを装備していた。リアスポイラーはクーペとデザインこそ共通だが大型化されていた。九百八十年十一月にヨーロッパで 市場投入された。当初は、アウディ200から流用されたボアファイ 79.5mm、ストローク 86.4mm の直列後、気頭で 2144C サイチ C10 バルブに、インタークーラーを備えたターボチャージャーで、下級し出力 200PS、5500rpm、29.1kgfm、3500rpm のエンジンであった。 最高速度は時速 222km。日本仕様は 160PS、5500rpm、23.5kgm、3000rpm。1983年に内装外装ともマイナーチェンジを受けシリーズ2となった。外装で目につくのは片側2等分離していたヘッドライト一体化と色付きクリアレンズだったテールライトの スモーク化バード化である。北米での販売は1983年モデル年に並行して製造された9年モデルで始まった。米国仕様の初代エンジンは 2144cc で、エキュやターボチャージャーの下級圧など細かい仕様が変更され、最高出力は 172PS に低下した。1985年に内装外装とも、 マイナーチェンジを受けた。北米での販売は1986年に終了した。1987年秋に 2224cc に拡大し、最高出力 200PS を維持しながら、低回転域のトルクを向上した。1988年に内装のマイナーチェンジを受けた。1989年には、 DOHC 化された20バルブエンジンに変更され、最高出力は 220PS まで向上した。アメリカ合衆国での販売累計は664台である。1991年に製造中止となるまでに11,452台が製造された。 スポーツ部門のアウディモーターシュポルトを設立5気トーターボのエンジンは 310PS42.0kgM までチューンされハンヌミッコラとミシェル・ムートンが乗って1981年から世界ラリー選手権のグループ4に本格参戦した 4WD のラリー車など構造が複雑で重量がかさむだけと性能を疑問視する批評もあったが 初戦のモンテカルロラリーで、ハンヌ・ミッコラが2位かを6本の SS で6分以上、話すという圧倒的な、速さで独走、リタイアするもののその能力を見せつけることとなった。第2戦のスウェディッシュラリーで、初優勝。第8戦サンレモラリーでは、ミシェル・ムートンが1981年 WRC 史上初の、女性優勝者となった。この他最終戦のラックラリーでも、 ハンヌ・ミッコラが独走で優勝している。1982年には、スティグ・ブロンクビストを陣営に加え、ムートンが、ポルトガル、アクロポリス、ブラジルで勝利、ミッコラが1000個トラックで勝利、ブロンクビストが、スウェディッシュとサンレモで勝利し、メイクスタイトルを獲得した。この年3月のポルトガルラリーから状況により、 全アルミニウム製で 15kg 余り軽量化した 330PS エンジンを使用している。1983年5月のコルスより、最低重量制限の変更を狙い後気筒ターボの排気量を 2144cc に縮小しつつ、出力を 340PS に向上した。 ミッコラがアルゼンチンと1000個、ブロンクビストがラックを参照して、ミッコラがドライバーズタイトルを取得した。4WD 車として、好成績を収めた初のラリー車と位置づけられ、その後のラリーカーの方向を決定づけた。翌年にスポーツクアトロへと発展していくこととなる。WRC で優位を保つため開発、1983年9月に発表され、 グループ B のホモロゲーションを取得するため200台が販売された。エンジン排気量は、ユアークワトロよりやや小さい 2133cc の DOHC20 バルブだが、最高出力 300hp、6700rpm、最大トルク 35.7kgm、3700rpm を達成した。ボディアウターパネルの多くは、 樹脂とケブラー繊維の複合材で、ホイールもフェンダーも幅が広く、ターボ装着による熱量増大に対応するため、冷却用オイルクーラーがリアスポイラー下に2つ装備される。フロントガラスは高い視認性を求めるアウディスポーツラリーチームのドライバーの要求に従い、アウディ80より傾斜が立ち上がっており、ホイールベースは 320mm 短い。 軽量化でよりスピードがあったにもかかわらず、A2 よりもハンドリング面で不利となっていたこともあって、コースによっては、以前の A2 を持ち込むことも少なくなく、戦績は一生に止まった。1984年、スティグ・ブロンクビストが A2 で勝利を重ねた後半戦、ラリー・コート・ジボワールに持ち込み、ドライバーズタイトルをものにした。 スポーツクアトロの後継として1985年ツールドコルスから実践投入された名称の S1 は正式にはスポーツクアトロのグループ B 公認後直ちに制作された競技用エボリューションモデル20代の公認名称であり当モデルはその第二進化モデル20代のエボリューション2であることから正確には S1E2 である ミスファイアリングシステムを装備し、1985年から86年のラリー仕様で476から 550PS。87年のパイクスピークでは高潮600馬力を発揮する。直列合気筒エンジンを搭載、シフトノブにクラッチセンサーがあるセミエティを装備し、1985年のサンレモラリーで、 前年のタイトル争いで恵まれなかったバルターロールが、念願の初優勝を飾る。同年ラックラリーから、空力面を意識。リアフェンダーのエアインレット拡大化に伴い、リアスポイラー下のオイルクーラーは、リアバンパー上までアウトレットを拡大、フルカウリング化されたバージョンとなる。しかし、同時期に登場した、プジョー205ターボ16等をはじめとする当時の、ライバルマシンが、 ミッドシップ 4WD を採用するのに対し、フロントエンジンであったためフロントの荷重が多く、ラジエータも、車体後端へ埋め込み移設する等の緩和策は、投じられたが、前、後輪の作動装置も取り外されている、関係上、スポーツクアトロからの懸念である、重量バランスやハンドリング面で劣っており、その後は目立った成績を残すことはできなかった。同時期、 WRC 使用者をベースにヒルクライム仕様に改造され、1985年のバイクスピーク、インターナショナルヒルクライムにミシェル・ムートンのドライブで参戦、優勝し、当時の新記録も樹立した。1986年はこの大会の常連である、ボビー・アンサーが借り、1987年にも、バルター・ロールが借り優勝、記録更新している。 RS-002 イメージイラストアウディはこれまで通り S1 で参戦していたがフロントエンジン車の S1 では競合他社の 4WD 車の戦力を前にこれまで築いてきた優位性が縮まりつつあったそこでアウディはさらなる優位性を保つため1985年グループ B をさらに先鋭化させたグループ S の立ち上げが決定されると同時に グループ S 用車両として RS-002 が開発された。合わせて並行種こちらもプロトタイプであった S1 のミッドシップ発展版であるグループ B 用ミッドシップクワトロの開発に着手した。両者パワーソースをミッドシップとし RS-002 はさらに6機等化され炭素繊維を主体としたシャシーでのパッケージングとなる。 実際に試作プロトタイプが何台か製作され、まず、パッケージング思想が同様である、ミッドシップのハンドリングテストをロールの協力のもと、ドイツ国内で行い、まずまずの感触をつかんでいたが、1986年のヘンリトイボネンラの事故死をきっかけに、グループ B の廃止が急遽決定されると同時に、グループ S も消滅した。開発途上であった r s に及び、 ミッドシップでの WRC 参戦は実現されず、1986年の残りのシーズンであるサファリまでクワトロで戦い、その後のエントリーは消極的となっていった。翌87シーズンをグループ A による200クワトロでの参戦に止め、それ以降現在までクワトロショックと呼ばれるほどに至ったグループ4グループ B 前世紀まで続いた。 アウディシュポルトファクトリーチームによる参戦は行われていない。また、グループ S 構想の発足で、その存在が知られるようになった RS-00 には現在、ドイツのジンスハイム自動車技術博物館及びアウディミュージアムにも展示されている。ありがとうございます。